本当に皆さんもご覧いただきましてありがとうございます。デリバですもう前回は本当申し訳ありませんでしたね。皆さんね、お食事中だったりとか、なんかバナナ農園とかやってる方いらっしゃったら本当にね、そんな風に使いやがってって言われるかもしれないですけど、ちょっと美味しく食べましたとはちょっと言えないんですけど、まあでもお尻が食べたのでそれでよろしいですかねってことで大変失礼いたしました。本当にで今回はちょっと趣向を変えまして、本当にあった怖い話をさせていただこうかなと思っております。ちょっと怖い、本当に怖いわけ。ね、私が沖縄に移住してきた直後ぐらいに出会い系サイトで知り合った外人さんがいたんですけど、彼のお家に行ってでなんかこうご飯食べたりとかしてくれてたんですけど、まあさ、いざじゃあスタートしましょうってなったら、もうパンパンになってて、でもちょっと嬉しいじゃんこっちとしたらさ、自分の体をもう晒してもいないし、体を見たところでなんかね、立ってくれるかもわからないのにビンビンになってくれてるんで嬉しいんだけど、もうそのこのね、彼がビンビンに立ってるところのこの先っぽがこの辺にあるわけ。長っ3本目の足で、うわっと思って、でもちょっとまあ怖いもの見たさもあるし、これはどこまでいけるんだろうかっていうのもものすごいこう期待とね、不安にこう苛まれながら、ただこう彼がそばに座って、こうもうその時も彼こう脱ぎながら全裸になって、こうやってこうさ、はいはい来なさいって言ってるんだけど、彼の先っぽがここにあるわけ。すぐ下にあって、ピサのシャトーみたいなもうしかもちょっと重さに傾いてるし、本当にでもそれでまあじゃ あのレッツドゥーみたいな、なんかもうさあお加えなさいみたいな言われて、で本当に皆さんごめんなさいね、言葉汚いですよこれが。私イラッとが好きなんですよ、喉元まで入れるやつごめん、ああもう不謹慎バカで、自分すごい自分が好きなんで、それをさあやるぞって言ってグワッて言って、もう喉ちんこのこう奥まで行ってんだけど、私の力まだこんだけ残ってて3分の1しか入ってね、すっげえなと思って、でもそれでやっぱ OKOK 大丈夫だよみんなそうだからみたいなことをこの外人さんが言ってくれて、なんかこうよそすじいってで、そのままじゃあこれからまあ本番に行くから、だからちょっと別の部屋でちょっとなんかお布団用意するから待っててねみたいなこと言われて、その後、そのまたソファーでビヨンセが主演のなんかサスペンスみたいなのをずっと見せたわけ。そしたら自分こっちにこうテレビあって、ここにソファーで、で向こうからコン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 って、まあ、彼がこうコン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 ってドアを叩いてるわけ。でこうパッて見たら、この彼が入っていった部屋のドアからこう壁からこうやってこうやってこうやって出してこっちを出てってるわけ。すっげえことできんなこの人みたいな、もうなんていうの、この尺が長すぎてもう体が出てこないの、もうグイグイ出てきてんのに体出てこないのよ、長えなと思って、でもうそれでこうこっちを出てってやってるから、でそのままこう私もこう行って、でそのままその行為に及んだんですけど、まあ彼がこのぶっ込んできて、まあでかくてこうでもあってなるな、その中ね。で、すっごい痛いんだけど、ものすごいこう優しくて真摯な人だから、日本人はね、ちょっとね、なんかちっちゃいの分かってるよとか、だからもうすごいゆっくりやるねって言われて、で、なんか、うわっっていうね、入ってくるたびにこのおえつのような声を自分で感じながら、で、もうひとしきり入ったのも、はぁっつって、よし、行くぞと思ったら、大丈夫って言われて、うん、大丈夫っつって。よし、じゃあ今から入れるからねって言われたの。ちょっと待って、もう入ってる、完全に底ついてるわけなのに、彼まだ半分ぐらいしか入ってなかったらしくて、でもうーもう待って、もうちょっとやめようねっつってなったんだけど、でも本当かいみたいな、僕は君に入れたいよ、ものすごく感じたいよって言われて、じゃあもう分かったっつって、もう私も男だ、まあゲイだけどさ、まあ男だと思って、もうえ来いもう来いっつってやってやろうじゃねえかっつって、そのままもうすっげえ痛い思いしながらもうなんかエッチしたんだけど、そんでその翌日から43度熱が出たらしい、体が多分拒絶反応起こしたんだろうね。でもう前代未聞のその発熱を起こして、で穴も上も下も右も左ももうパックリ割れちゃって、使徒が死んだ時エヴァンゲリオンの使徒が死んだ時みたいにこう十字に割れてた私のこのがで、もうはできない
水しか飲めないみたいな感じで、ずっともう熱発、もう手もなんかこう蒸発するほど、蒸発してもう干からびるほどのなんかこう熱を体験したので、黒人さんを軽視に持ってる方は本当に名器なんだなと思う。